皆様ご機嫌いかがでしょうか。穂積寺住職の脇田翔徳こと翔徳くんです。さて、このチャンネルは運を高めて豊かな人生を送るための内容を発信いたします。よければチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いいたします。私は実は心理カウンセラーとしても資格を持っていて、この15、6年ですね、やってきたんですけども、その中で心理テストを作ったりとか、あと、診断テストを作ったりなんかしたこともですね、結構あるんですね。で、今回は皆様多分夏ももうすぐ終わるということで、お疲れなのではないかなと思いまして、働きすぎ診断、これをお届けしたいなと思っております。セルフでできるワーカーホリック診断ですね。はい、10の質問からこちら自分で自己判断、自己診断をしていただきたいなと思います。で、そもそもそのワーカーホリックっていう言葉って皆さん聞いたことございますでしょうか。なかなかね、耳慣れない言葉ですけど、これは仕事中毒っていう意味で使われるフレーズです。で、もしかしたらあなたも仕事一辺倒になっているかもしれないということでですね、診断テストでチェックの方をしてみましょう。そこで今回は10の質問、10個の質問から、こうかな、こうか、10の質問から、あなたのワーカーホリック度診断をさせていただきたいと思います。簡単にですね、もしよかったら紙とペンだったりスマートフォンなんかをご用意できたしていただけたらと思います。で、今から申し上げる10の質問のうち当てはまったものの数を数えてみてください。はい、皆さんご用意の方よろしいでしょうか。紙と鉛筆、もしくは、ボールペンでもいいですよ。もしくはスマートフォンのメモ帳なんかを使っていただければと思います。では参ります。まず1つ目、常に仕事のことを考えてしまう。2つ目、仕事のプレッシャーで夜も眠れない。3つ目、他人からの評価をいつも気にしてしまう。そして4つ目、同僚の給料が気になる。はい、で5つ目、仕事を恋愛をしないことの言い訳にしている。はい、こちらでちょうど半分折り返しですね。では6つ目、自分が仕事をしないと滞る案件がある。任されている。そして7つ目、上司からかなり信頼されている。では8つ目、飲み会、懇親会にはあまり興味がない。9つ目、恋人と一緒に過ごすのは週に1回以下だ。これはパートナーでもいいです。恋人やパートナーと一緒に過ごすのは週に1回以下である。そして最後10個目、夜寝るときに何のために生きているのか考えてしまう。はい、以上10個でした。あなたは何個当てはまりましたでしょうか。早速結果を見ていきましょう。大きく分けて0から2個のグループ、3から5個のグループ、そして6から7個のグループ、
て8から10個のグループというふうに分けて回答結果をお知らせいたします。じゃあまず最初の当てはまった数が0から2個の方、この方は仕事そっちのけで遊ぶこと大好きなストレス知らずさんということになります。あなたは仕事に関してあまり関心がなく、どちらかというと自分のプライベートを大切にしたいと考えているのかもしれません。なるべくなら恋人や友達との時間を大切にしたいと思ったり、旅行に行って、SNS なんかにアップしたいなと考えているでしょう。そのため自分が仕事に振られないように、自分の方にですね、仕事が振られないようにあれこれ画策している面もあるのかもですね。ストレスとは全く、仕事面のストレスとは関係あまりない方だとは言えるんですけども、周囲にですね迷惑をかけないように注意をしましょう。そして当てはまった数、こちらが3から5個の方、この方はゆるく働いて理想は円満な退社というところでしょうか。この方は仕事そこそこに会社内で自分自身の居心地のいい環境、もしくは社内恋愛とかですね、こういったものを楽しみたいという人が多いタイプです。もちろん仕事はですねきちんとするわけなんですけども、それよりも居心地の良さとか社内での人間関係の方に関心があると言えます。気に入った人とですね一緒に仕事をしたりとかおしゃべりしたり、そういった自分自身の職場での過ごし方というものをとてもポジティブなものにしていくことができる、そういう方だと言えます。で、あと愛嬌があるので目上の人からなんかでもですね好かれやすいということも多く、比較的会社内において仕事と遊びのバランス、これを取りながら器用に立ち回ることができると言えます。いかがでしょうか。はい、で次に当てはまった数が6から7個の方、この方はキャリア路線かもしれない、このままだと、ちょっとお疲れモード、あるいは、もし、恋人がいない方だったら独身になってしまうかもしれないというタイプです。で、この結果の方は仕事一直線でバリバリ頑張るというキャリア志向タイプである傾向が高いと言います。自分に任された仕事に対する責任感がとても強くて、どんなことをしても全うしようと努力をする、そういう方です。そのため上司、同僚、部下、こういった方たちからの信頼も厚く、その反面ですねどんどんタスクが溜まっていくことになります。で、そしてそれを消化しようと奔走するので、結局仕事の循環というものから逃れることができなくなってしまうという可能性もあります。どこかでですねノーと言わないとちょっと背負い込んでしまう、自分のプライベートが圧迫されてしまうので、そこはちょっと気をつけましょう。そして最後、当てはまった数が8から10個の方、この方働きすぎです。もう少し自分のプライベートに目を向けましょう。もしかするとですね、あなたは自分自身の生きがいというものを仕事に向けすぎているのかもしれません。休日とかお休みの日、そこまでも仕事のことで頭がいっぱいかもしれないわけなんですね。で、その根底にあるのは自分がやらなければいけない、私がいなくてはいけない、こういった重責を自分に課しすぎているというところにあります。で、このままだとまさにワーカーホリ、仕事中毒になってしまいかねません。どこかで荷物、重荷を下ろせないと体を壊してしまったり、精神的に鬱っぽくなってしまう恐れもあります。もう少しですね自分を許してあげて楽しませてあげてもいいのではないかなというふうに思います。で、日本人最近はどうでしょうかね、
だんだん変わってはいると思いますけど、日本人の傾向として仕事というものから自分を切り離して考えるというのがあまり得意でない人が多かったりするイメージがあります。心理学の研究からワーカーホリックになりやすいタイプの人っていうのはタイプ A の性格と言われるものが心理学であるんですけどね、タイプ A 気質というふうに言われる人が該当するとされます。それは負けず嫌いで結果重視型の人、あと、強迫神経症の人、やらなければならないとかですね、こういった人だとされています。一般的に、そういった仕事中毒というのは仕事に費やす多くの時間と仕事から自分を切り離すことができないという心理状態が特徴です。仕事熱心であるということは素晴らしいことなんですけども、それ行き過ぎるとですね、燃え尽きてしまう、燃え尽き症候群になってしまうという恐れもあるので、気をつけていい塩梅で自分のお仕事そしてプライベートバランスよく楽しむことができれば一番いいなというふうに考えます。はい、どうか働きすぎには皆さん気をつけてくださいね。ということでですね、今回は10の質問からワーカーホリック診断をさせていただきました。それでは皆様、本日も最後までご視聴ありがとうございました。良きことがさんさんと降り注ぎますように。ありがとうございます。